今回は建物や風景画を描くとき、またスケッチするときに便利な3分割法という方法を紹介したいと思います。どうもこんにちは、消しゴムです。普段は建物や風景を描いているイラストレーターです。僕は普段からスケッチが好きで、特に建物を描く作業が好きです。今回は僕が普段スケッチしている際いつも使っている3分割法についてご説明させていただきます。この方法を使うと、例えばこんな絵やまたこんな絵、はたまたこのような絵をスケッチすることができます。しかも消しゴムを使わずに一発で描くことができます。では3分割法とは何ぞやという方にご説明させていただきます。3分割法とはその名の通りで、スケッチしたい風景や建物を描く前に頭の中でその建物を3分割して描くという方法です。風景や建物によっては3分割ではなく4分割になることもありますが、基本的に3分割させてからスケッチします。ただここで注意点があります。3分割する間隔は同じ距離ではなくて良いということです。単に各対象物を適当に3分割するというやり方です。とても簡単ですよね。ここで一つの疑問が生まれると思います。適当に3分割するだけといっても、どこを分割すればわからねえよと。そこで今回は実際の建物を分割して一緒にスケッチしてみましょう。スケッチする建物は画像アプリ Pinterest に投稿されていたこの画像です。緑を基調としたレトロな建物で、昭和の匂いが画面からでも伝わってくると思います。で、この建物をよく観察すると3つのゾーンに分かれていることが確認できます。2階部分、看板部分、それと1階部分。このことが分かったら早速分割作業に入ります。ここで大事なのは適当に分割するです。分割できたら次は各順番について説明いたします。説明しやすいように2階部分をここでは○1、看板部分を○2、1階部分を○3とさせていただきます。基本的にスケッチは詳細に描くことよりも全体のバランスの方が重要です。なのでスケッチする際は中心から描くことをお勧めします。○2、○1、○3の順番で描くことによってバランスの取れた建物を描くことができます。3分割、描く順番が決まりましたので、ようやくスケッチを開始していきます。スケッチする時のペンですが、ミリペンと言われるペンを使用することをお勧めします。ミリペンとはペン先がとても細いペンのことです。私のおすすめのペン先は 0.1mm です。概要欄におすすめのミリペンを載せておきますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。ただ今回はミリペンを持ってないしという方もいると思いますので、50円のペンを使って描いていきます。では早速スケッチしていきます。○2の看板部分は抽象的に捉えると横長の長方形に見えますよね。なのでまずは大胆に長方形を描きます。あとは適当に看板部分や模様をちょいちょいと付け足したら看板部分は完了です。次に○1の2階部分を描いていきます。2階部分は看板よりも縦に長いことが分かります。このことを意識して看板と同じように長方形を描いていきます。あとは窓を描いたり壁の模様を描いたりすれば2階部分は完成です。そういえば窓の描き方について教えてほしいというリクエストをいただきましたので、それについては後日解説させていただきます。今回は時間の都合上割愛させていただきます。他にも何かリクエストあれば答えていきますので、ぜひコメント欄にお願いします。話がそれてしまいましたが、最後に1階部分を描いていきます。どのくらいの長さなのかを考えてから長方形をまた描いていきます。あとは雨をしのぐ雨よけだったり、入り口のドアを描いたり、昭和の象徴ともいえる室外機を描いたりしていきます。個人的な話になってしまいますが、室外機が入り口付近に置いてある建物が大好きで、さらには今回の建物のように上下に2つ並んで配置されている建物がめちゃくちゃ好みです。皆さんもスケッチしていく上で自分の好みの建物が出てくると思いますので、ぜひ共有してほしいです。はい、簡単ではありますが3分割法を用いて建物をスケッチしてみました。今回は簡単スケッチのためサインペンによる線画だけでしたが、ミリペンやカラーペンで再スケッチしたものを YouTube に投稿しています。ぜひ概要欄から飛んでみてください。いかがでしたでしょうか。いろいろな建物、風景をスケッチしてスケッチマスターになりましょう。はい、それでは次の動画で会いましょう。またね、バイバイ。